こんにちは、タケです。タケの、180度開脚チャレンジです。この動画は、2017年末までに、180度開脚をできるかってチャレンジですね。この間、妹に正月ですね、教えてもらったやつが結構効果ね、出始めたんで、結構僕的にはかなり効果は出てきてますね。ほんで、たまたまサッカーしてる最中とかやり始めたんですよ。ほんで、まあそれだけじゃないと思うんですけどね、サッカーさ、してる際、サッカーで小猿なんで、自分の休憩する時間があるんですね。その時にちょっとストレッチとかもしてるんですね。でも普段もしてるんですけど、なんかね、今年この間初の行ったんですよ、1月ね。疲れがね、あんまり出てこないんですよ。なんか後の疲れが、いつもね、次の日とかなったら足がだるくなるんですけど、やっぱストレッチ効果か知らないですけど、あんまり疲れ出ないんですよね。まあそのね、体が柔らかくなって疲れがなくなったんか、それともその試合、いわゆる試合の休憩中にやってるんでなったか、どっちか分かんないですけど、とりあえずね、すごい柔軟性が出てきたおかげなんか分かんないですけど、とりあえず疲れはね、確実になくなってきましたわ。すごい効果あります。まあ今回、いつも通りどこまで柔らかくなってるか、見せたいと思いますね。まあでも効果があったっていうのはとりあえず良かったと思います。では早速いきます。で、今回はだいぶさやからね、ちょっと柔らかくなったんですよね、前に比べたら。完璧ね、ベタってつきますし、かなりこう、まだちょっとね、膝曲がってるかもしれないですけど、だいぶね、こうつけるようになってきたんですよね。かなり余裕が、下つくのにかなり余裕が、骨盤が多分ね、柔らかくなってるかもしれないですね。で、前もだいぶこうですね、だいぶ柔らかくなってきてますね。ただ縦がね、ちょっとね、まだ硬いんで、これ開脚した時のこれがちょっと、まだちょっと硬いんで、あーで、まだ痛いんですよね。全然こう前が全く、こっち側とかは行くようになったんですけど、左右は前がね、全く行けなくて、で、前妹の教えてもらったやつを、こう前にこれのやつを教えてもらったやつがあるじゃないですか。これとこれですか。これですね。これをこういう感じでやってますね。やってるんですけど、まだちょっとか、開くのはちょっとまだまだ難しいですね。ただだいぶね、その、なんや、ストレッチ自体は急激に強、柔らかくなってるわけじゃないんですけど、他の運動効果と、疲れ自体が出なくなったっていうのは、多分ストレッチ効果だと思います。まだまだちょっとね、180度開脚難しいですね。まああと、今1月、2月ですもんね。2月やから、あと、そっか、11ヶ月しかないですね。もう1年切ってるんですけど、なんとかちょっとね、開脚まで行きたいですけどね。まあちょっと、いけるかな、ちょっと微妙ですね。いや、そしたら、この辺のチャンネル登録お願いします。そしたら、タケの180度開脚チャレンジでした。